またオーツムファイトしたんだ。さあここからはミスターオーツムファイトフロム限界から DJ ユタ。 DJ ユタ、いやここから最初のじゃんけんぽい、ここでじゃあ先行のリル達ノリからシャウトね。ベテラン感がすげえ。高校 T、開いとけよ。さあ DJ ファイター、ここからは8小節の3本勝負です。まずビートが流れたら互いにマイクチェックから。うわっ、互いにマイクチェックなし。先行はリル辰徳、後攻が OT、 DJ はユタ。8小節の三本勝負、大粒ファイン。ついにここまで来た、まだでも直結、 OTOT オーバードーズ、横向からトンする、どうすればいい、ああすればいい、何も考えても決まらない、全然片付かない、家で片付けしてるちょっとドーナツ、タピオカ出ねえんだよ、飲み込むミカエイコグレーのフルーティーな MC チェキ、かなりのタイプでやればかなりヤバい、俺が間違いない、花火を扱えるだけの間違いなし、ガチガチ山のローマと同じ、今日見せてるオナニー、それもやめろってさっき言った話、野放しにできないだろう、女のモンスターだもん。いや、こっち向いて言ってるところがさすが巨人、読み売りバビロン、知ってる僕キング、いやリングでやるのがボクシング、こっち向いてやれが、いや俺は井上尚弥バリにボディープロかましてくれ、それがいい試合だったな、井上尚弥の試合はめっちゃ最高、間違いなのバッキャを浴びにもっと上に上がれるのか、野球の話は絶対しない、俺は絶対に死体にならない、よしがいになっちゃったら終わりだから、シューチー君、俺が好きな野球の話じゃない、読み売りがバビロンだって言ってるだけ、俺はヤクルトファン、何億個もの乳酸菌が俺の味方、そして働き盛りの主婦が味方、全てはヤクルトの縦縞、横島な気持ちで来るんじゃねえよ。終了終了。さあさあさあ、皆さんのその歓声を、大きな声と挙手を歓声に変えて勝敗に決めてください。先攻リル辰徳が山形と申しょう、後攻 OT が山形と申しょう、後攻 OT の勝利です。リル辰徳にも大きな拍手を、あの、いいぞ、もっとやれ、はいはいはい、ビッグライフ。